こんにちは。3月17日日曜日、豊島情報スクエアです。豊島区本庁舎1階の豊島テレビエコミューゼタウンスタジオから生放送でお送りいたします。さあ、今日はポカポカ陽気ですね。池さんパークではファーマーズマーケットが今日も行われていますが、フードドライブの特別受付をしているようです。条件に合う余っている食品がありましたら、ごみ減量推進課のブースまでぜひ行ってみてください。それでは豊島区の最新情報、ニュースフラッシュです。今日はこちらの話題をお伝えいたします。若者向け悪質商法被害防止キャンペーンのお知らせです。毎年1月から3月は若者向け悪質商法被害防止キャンペーンを行っています。ここ数年で SNS を悪用して近づき、親しくなったと思い込ませて高額な商品やサービスの契約を迫る手口が増加しています。例えば SNS で知り合った人からスキルアップになる、将来成功できるとオンラインサロンの入会を勧められて高額な契約をさせられる手口があります。他にも SNS 広告などを見て通常より安くお試しで購入したところ、実は定期購入が条件だったというトラブルが増加しています。訪問販売やマルチ商法などの契約をした場合、一定期間内であれば契約を解除できるクーリングオフ制度がありますので利用しましょう。また困ったら一人で悩まず、豊島区消費生活センターにご相談ください。消費生活センターでは消費者と事業者のトラブルに関し、専門の消費生活相談員が解決のための助言・情報提供などを行っています。困った時はお気軽にご相談ください。区役所総合窓口課の受付に関するお知らせです。転職や就職、学校の入学に伴う引っ越しなどの手続きや証明書交付のため、3月から4月にかけて区役所窓口が大変混雑します。特に3月下旬から4月下旬、時間帯は平日の午後から窓口閉庁時にかけて混雑する傾向にあります。混雑緩和と余裕を持った手続きにご協力をお願いします。受付方法について、来庁しなくてもできる手続きがありますので適宜ご利用ください。例えば郵送やオンライン手続きで転出届の届け出ができます。必要書類や受付時間などは区ホームページをご確認ください。また手続き完了のお知らせをするサービスを行っています。窓口で受付後、手続き完了まで長時間お待ちいただくことが予想されます。そこで総合窓口課では、お手続き完了時にご登録いただいたメールアドレスにお知らせをするサービスを行っています。なお登録方法などについては来庁時にご案内します。手続きによっては待ち時間が長くなってしまうことがありますので、あらかじめご了承いただきますようお願いします。第61回高齢者クラブ連合会芸能祭り開催のお知らせです。豊島区高齢者クラブの会員が舞踊やコーラスなどを披露する年に一度のイベント、芸能祭りを開催します。開催日時は3月21日木曜日午前11時30分より開場します。式典開催後12時30分より演目を披露します。開催場所は豊島区民センター8階多目的ホールです。舞踊、コーラスなどのさまざまな発表を行い、毎年大いに盛り上がっています。中でも太極拳やフラダンスの発表は毎年大好評です。入場は無料です。また事前予約不要ですので、観覧をご希望の方は当日直接会場までお越しください。皆様のたくさんのご来場をお待ちしています。
池袋西口豊島あきんど祭りを開催します。豊島区と交流のある都市の名産名品の紹介やステージイベントを楽しめる池袋西口豊島あきんど祭りを開催します。開催日は3月23日土曜日午前10時から午後6時までと24日日曜日午前10時から午後5時30分までです。開催場所は池袋西口公園グローバルリングです。商店街連合会の会員や交流都市をはじめとする出店は昨年度より大幅に増え、またステージでは23日にバンド演奏、特別ゲストとして渚健一さんが出演します。24日は地域の各種団体によるフラダンスやよさこいなどの活動発表があります。久しぶりの全6地区開催となったあきんど祭りの今年度最後にふさわしい大変にぎやかな催しです。ぜひ皆様ご来場ください。それでは池袋を走る真っ赤な電気バス、池バスの映像をご覧ください。以上ニュースフラッシュでした。続いては特集です。池袋本町にあるお店で街を明るくすることをテーマにシャッターアートが描かれたということなんです。今回はその時の様子などお話を伺っていきましょう。では今日のゲストです。ハズパーソナルボディメイクから大石隆之さんと橋本美希さんにご出演いただきます。お二方今日はどうぞよろしくお願いいたします。さあ、シャッターアートのこのワークショップで、ね、行われたということなんですけれども、はい、こちらは大石さんどんな企画だったんでしょうか。今回ですね、勇気の翼さんという、障害者団体の方 と、はい、あとうちの、ミニバスを僕教えてるんですけども、その団体に来てる子たちと一緒にっていう形で、シャッターに絵を描きました。勇気の翼さんというのはその障害のある方たちと活動を行っているというところなんですか。ですね、健常者と障害者の、相互理解をの啓蒙活動を行っている団体でして、はい、まあ障害者の方も何人かいらしてと、うん、いう形で、まあ、そういう垣根を取っ払う形で、はい、僕たちもいいなという形でやりました。そうだったんですね。やはりこのシャッターアートテーマとしてはさっき、ね、言いましたけども街を明るくすることをテーマにということだったんでしょうか。はい、そうですね、はい、北池袋駅のすぐそばで、スポーツジムを僕たちやってるんですけども、はい、経営してみて分かったんですけども、やっぱシャッターが閉まってる場所がすごい多いんですね。でその割には子どもたちも、すごい通ったりするので、やっぱシャッターが閉まっててちょっと暗いなっていうイメージがありまして、まあ、そういうとこから、街を明るくしていこうっていうのでシャッターに絵を描きました。そうなんですね、はい、今
ご紹介でねパーソナルボディメイクと言ったんですけども、はい、あれアートとかもやってらっしゃったいやもうアートは全然2人とも未経験です、ね、そうですか、はい、ということで橋本さん普段はどういった活動されてるんでしょうか普段は、はい、さっき言ってたんですけれども、まあ、トレーニングとかあとはヨガとか、はい、まあ、パーソナルボディケアなのでパーソナルジムなので、はいはい、まあ、健康になりたい方とか、はい、まあ、そういう方が来ていただいて、はい、やってるジムですね。トレーニングとしてはどんなことをやってるんですか？はい、ドリブルトレーニングとか。ドリブルトレーニング、はい、バスケットボールのバスケットボールの、はい、ドリブルトレーニングとかリズムトレーニングとか、はい、そういったものもございます。はい、なぜ ドリブルトレーニング バスケをやってらっしゃった？はい、代表が、はい、そうですね、昔ちょっとバスケットのメーカーと契約してたことがあったり、まあ、そういうバスケの経験を、ジムで活かせたらなと思いまして、はい、そしてあとリズムトレーニングってのはどういったものなんですか？リズムトレーニングはですね、今結構流行ってるんですけども、はい、子供のうちからこうスポーツってやっぱリズムがすごい大事なので、でそのリズム感を養う、ちょっとまあダンスとは違うんですけども、上半身と下半身の動きをこう音楽に合わせて違う動きをするとか、はい、スポーツにはとてもすごい大事な動きなんですけども、やっぱ都内でそういうのを教えてるとこがないので、そういうのをうちでやってます。はい、利用されているのはその区民の方という感じなんでしょうか？まあ、地域密着型で地域の方が多いんですけども、今回勇気の翼さんと一緒に、障害者の方も一緒にそういうリズムトレーニングを行うっていうのを、企画して、でその、まあ、その流れでというか、シャッターも一緒にじゃあ描きましょうかっていう感じで、はい、あ、そうなんですね。障害者の方のリズム、ね、トレーニングっていうのも少し珍しいのかなって思うんですけれども、うんうん、そうですね、皆さんどんな反応でしたか？今回、やっぱ障害者の方はその場所がないので、やる場所がないっていうのをお聞きして、で、まあ、山梨とか千葉とか栃木とか結構遠方から来てくださる方が多くて、はい、もうとても、盛り上がりましたね、うん、もう第2弾もやってほしいっていうのがお声たくさんいただいたので、まあ、これからもそういう企画をどんどんやっていけたらなっていうのはありますね。そうなんですね、はい、そのね、大好評、まあ、そういったつながりがあったということもあって、今回はそのシャッターアートということなんですけれども、そうそう、はい、お店のシャッターを、ね、利用されたということなんです。ということでちょっと、ね、画像などがあるのでちょっと見てみましょう。はい、はいはい、こちら塗った後のシャッター、なんかいろいろ描かれてるんですが、何が描かれてるのかちょっと説明していただけますか？一番左の、英語書いてあるやつなんですけども、はい、これはですね、先ほども言ったミニバスを僕、はい、チーム作って教えてるんですけども、そこに来てる子たちが、クラッチっていう名前、チームの名前ですね。あ、チーム名、はい、真ん中にドーンって書いてくれて、で一番右の、絵に関しては、障害者の子が、描いてくれたんですけども、まあ、今回テーマがですね、はい、好きなものもしくは夢っていうのを、はい、この大きい真っ白のキャンパスに自由に描こうっていうのでやったんですけども、で、まあ、動物が好きなので動物を描いたっていう形ですね。はい、いろんな、ね、絵があって、こちら真ん中は、ま、すごい華やかな、ね、感じそうですね、これは女子高生の子、近くに高校、豊島高校がありまして、小学院、はい、で北池袋の駅を使っているので、まあ、たまたま通りかかって絵に興味を示してくれたので、はい、じゃあ描いてきなよって言って一緒に描いた、本当飛び入りで描いてくれて、そんなこともあったんですね、はい、女子高生3人が描いてくれましたね。ということで、あ、塗る前の人は本当に何もなかったんですね。そうですね、真っ白で、はい、これはもともと白だったんですか？もともとはですね、ちょっとハゲた感じの緑だったのを僕たち2人でちょっと何日かかけて真っ白に塗り直して、はい、キャンバスに、そうですね、でもシャッター塗りにくくないですか、色ね、うん、にくいですね、もうボコボコしてるので、はい、でも子供たちは本当にもう器用に描いてくれて、はい、まあ、シャッターに絵を描くっていうこと自体がもうないことだと思うんですけども、そうですよね、初めてなのにこう、うまく描いてくれて、はい、びっ
っくりしましたね。ちなみに当日は朝から1日で仕上げたものなんでしょうか。そうですね、朝9時10時ぐらいから夕方の5時ぐらいまでやったんですけども。そんなことですね、はい、もう途中休憩挟みながら店舗でお菓子食べたりジュース飲んだりワイワイやりながらですね。あーすごい、もう汚れてもいい服装で、汚れてもいい服装ですね全身で描いてるんですね。まあ、あの普段このような大きいところにかけるっていう機会があんまないので、やっぱ伸び伸びやってましたねまあ一生懸命全力で結構お子さんとかの参加が多かったんですか。そうですね、もう、これうちの娘2人なんですけども、はい、2歳の子と5歳の子と上は大人まで一緒にっていう形で、お父さんお母さんとかも一緒に行ってましたね。いいですね、あ、いいね、ピースサインが出てますけれども、これも息子なんで、将来バスケット選手になるってことで、はい、バスケットボールを夢ということで、そうですね、いいですね、バスケットボールを真ん中にドンと書いてっていう感じですね。でもこういったこうペンキだったりとかハケだったりとか準備も大変だったんじゃないですか。そうですね、近所の金物屋さんに、ちょっとお話しさせていただいて、はい、今回シャッターにこういう企画、まあ、こういうメンバーでこういう絵を描きたいんですけどもっていうお話したら、もう心よく協力していただいて、でペンキとかを全部提供していただけたっていう形なんですね。そうなんですか、はい、でもこんなにぎやかに行ってたら近所の方も気になったんじゃないですかそうですね、もう通りかかった方たちも可愛いって言ってくれたんで、あ、じゃあ描いてきないよって言ってちょっと描いてくれたりとか、本当も誰でもおいでっていう形でみんなで描いてきましたね。でも橋本さん、完成した絵を見てお気持ちいかがでしたか。はいはい、いやすごい明るくなって、街自体がすごい、他の店舗の方からも、はい、うちでもやってみたいなとか、そういうお声をいただいたので、すごい嬉しかったですね。なんか記念撮影とかついつい撮りたくなってしまいますそうですね、そうですね、観光に来てたまたま通りかかった方が写真撮っていいですかつって、写真バーって撮ってったりとか、あとたまたまペンキが落ちた下のコンクリートの部分、どうやってやったのみたいな、そこもアートになってるんですね。アートでなって、そうですね、いいですね、私たちこんなできないんだけど写真撮っていいみたいな、なんか撮ってたりとかそうですね、もういろいろな意見がありましたね。でもそもそもなぜこのシャッターと描いたきっかけとしてはどんなことだったんでしょうか。きっかけはですね、やっぱりちょっと街を盛り上げていきたいなっていうのがありまして、で、もともとこうやっぱやっってる商店街の方たちっていうのは、まあ、それなりにこう決まり事があったりとか、まあ、あるんですけども、まあ、僕たち結構新参者で行ったので、まあ、そういうなんかきっかけとなればいいかなって、街を盛り上げるきっかけになればいいかなと思って始めたんですね。はい、今後もこういった活動は行っていかれる予定なんでしょうか。そうですね、シャッターアートをっていうよりも、こういった障害者の方たちとかと、まあ、もっと交流を作ったりとか、はい、まあ、その子どもたちもあまりこういう交流の機会がないと思うので、まあ、そういう場をもっと作っていけたらなっていうのはありますね。でジムでもちょっとこう、障害者の方が逆に今度先生となって障害者の方を教えるとかっていうのもちょっとこれからやっていけたらなっていうのがあったりとか、はい。ではぜひ最後ね、 PR 皆さんにメッセージをお願いしたいと思います。では、橋本さんからお願いします。はい、まあ、本当にいろんな方々にとって、まあ、活躍ができるような、まあ、場所であったりとか、そういう場所としてを提供したりとか、あとはマッサージとかヨガとかいろんなトレーニングも行ってますので、健康になりたい方でしたり、まあ、筋肉をつけたい方とか、もういろんな方にご利用していただければなと思います。はい、では大石さんからもお願いいたします。はい、はい、まあ、今言ったようにスポーツジムですので、まあ、パーソナルジムとか、バスケも流行ってますね、ドリブルを習いに来たりとか、まあ、そういうきっかけになったらいいなと思ってます。で、まあ、シャッターを見に来たついでに受けていっていただいてもいいですしまあその逆でもいいですし、はいはい、ぜひぜひ北池袋が徒歩20歩で着きますので、まあ、立ち寄ってもらえたらなと思います。はい、はい、ありがとうございます。今回は街を明るく池袋本町シャッターアートワークショップということでご紹介してきました。ゲストは初パーソナルボディメイクの
大石孝幸さんと橋本美希さんにご出演いただきました。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。では今日はこの辺で失礼いたします。それではさようなら。